これは強敵だな。もっと冷静になることです。さあ、行くぞどう料理してやろうかの,ううかのアロウブラン、レッツエンジョジアバカ、さあ今日も取っていきたいと思いますね。えー、この大人の、えー、ゴリ先生の大人のソロ版教室。 えー、この概要欄にも貼ってありますけどね,ね。この大人のソロバンドリルのテキストの流れに沿いながらですね、えー、安全一をめず、安全のスキルを手に入れましょうというお話なんですけどもね。えー、界解媒体ですからね、なかなかそこまでボリュームが入りません。ソロバンで言うとまあ6級程度。安全で言うと4級もしくは5級程度の内容しか入っておりませんので、ねえー、入っておりませんので、この動画で、えー いろいろと補足していきたいと思います。<laughs> あの、うちの生徒もこのチャンネル見てくれてるみたいでですね、えー、ゴリ先生滑舌悪いって言われるんで <laughs>、気をつけなければいけないんですけどね。やっぱり滑舌悪いですよね。<laughs> なかなか治らないなという。で、ただですね、あのー、暗算、やっぱり一級、えー、までっていうと、まあ、一級、なかなか、今日もちょっと一級の書き暗算やりますけどね。えー やっぱりなかなかちょっとこう練習しないとあの、トレーニングしないといけないというところで,です、ね、同じくまあ概要欄のところからです、ねえー、一度の直営ショップからです、ね、直営のショップから、あのー、暗算の問題集とか買えますからね、まあ、大人の方なんで3級くらいから買えばいいのかなというふうには個人的には思いますけど、でコピーなんかを取ってもらえればです、ねえー、1回買うだけでずっと使い回していきますしね。 あのゴリ先生にどれだけ売れてもあのアフィリエイト入ってきませんのであの安心して,買って,きても買ってもらえればなというふうに思っておりますやはりあのそれなりの、えー、スキルですからねあの難しいと、えー、思いますあの問題集がないとですねはいじゃあぜひぜひあの 検討してみてみくださいじゃあ、えー、今日、掛け暗算ざん、えー、をやっていきましょうか、せっかくなんで、掛け暗算1級も手取っちゃうぞということで、ね、この前回動画でですね、あのー、見取り暗算ざテ、えー、手取り的な感じで繰り上がらないよ。 っていう、えー、お話を、えー、したんですけども、また見ておいてくださいね、もし興味がある方は。で、せっかくなんで、えー、かきあんんも、ちょっとテトリス風に、ブロック、ブロック、テトリス風なイメージで、えー、やるとどうなるかっていうのをちょっと試しにやってみたいと思います。あのー、当然、えーまあ、3桁かける2桁、もしくは2桁かける3桁のかきあんんこれが、えー、全国7年目の 1,、えー、1級の、えー、大体レベルです。 で、何回も同じ話してますんでね。あの、やり方は一緒なんですけど、まず一番上、514×31。えー、3桁 ×2 桁なんで、まず答えのボリュームを知りましょうと。3た2なんで5。まあ、こ,こが1度くらい。えー、だとした場合5桁。えー、5桁なんですけど、で、えー、ゴリ先生は桁数が少ない方から桁数の大きい方の先頭に。 かけていく。まずはですね。あの、の方がいいと思っております。で、なぜかというと、まあ、あまさにテトリスでやるとですね、えー、二つのブロックしか落ちてこないんですね。この場合だと。えー、514×30 と 514×1 をやればいいんです。えー、351531、えー、1542のブロックが落ちてくるのと、その次に514のブロックが落ちてくるんです。えー、それを、 ガシャッと組み合わせればいいだけなんですね。で、ね、えー、じゃあ具体的に言いましょうか。514×3 をやればいいんです。で、ここから足していきますから、5桁目から。えー、3515、31が 3, 3、3412。もう一回いきますよ。35、15、31が 3, 3 4, 10,、3412。一今の、今の段階で、この1542の、えー、ブロックを作ってます。えー、もう3515、31が3412。 で、えー、そのブロックに、えー、今度は514のブロックを固めずに、これは順番に、えー、桁の多いところから514と足していくイメージですかね。もうあっという間に答えが出るんです。最初だけ、えー、例えば2番目。最初だけ塊のブロックをゴリ先生は作りますかね。えー、じゃあ6け×四十九、えー、ごめんなさい40、409。 60×409 と 3×409 をやるんですけど、え、6×409、ー、6 × 4 0 6×504、2454のブロック。2454のブロックを、こんな感じでも、テトリスで言うと上から下ろしていきます。2454。そこに、えー、次は、えー、1桁かける、えー、×3 桁なんで、えー、4桁目から。こ,この245、最初のブロックに一番最後は、 十二ゼロ三九二十七。次のブロックは、えー、固めずにこう、そのまま最初のブロックに足していくっていうイメージですかね。もう一回行きますよ。もう一回行きます。これはもう人それぞれ頭の中でどういう風にやってるかって多分、あの、違ってくるんで、なかなかイメージ、想像が伝わるかどうかっていうのがありますけどね。あくまでゴリ先生の場合、514×31 であれば、えー 最初の 514×3。る三、えー、まぁ、あ、30な。514×30 なんで、5桁目から始まるんですけど、えー、結局数字は、えー、4つですよね。35153。1542。もう、えー、1542のこのブロック。このブロックをパシンと作っておきます。で、最後は、ここから普通に514。これはもう、えー、100、い、えー、の大きい方から514足していく感じです。 次も同じパターンですね。63×409、えー。6×409 63、まあ、を先にやっちゃいます。6424、0654、2454ブロック。この塊をもう頭の中に作ってあります。で、次は 3×409。1桁かける4桁なんで、ここから足していくイメージ、ここからは2つ目は足していくイメージです。えー、3 4 2 3927と。 えー、こんな感じですかね。こんな感じで、あのー、やってます。という感じですかね。うん。あのー、まあ、最初だけテトリスのブロックを、えー、塊を、あのー、落としてくる。落としてくるというか、パッと頭の中に描くイメージですかね。 あの、3桁かける3桁、えー、もう同じような感じで、えー、やっております。一番最初のブロックだけ入れて、えー、あとは、えー、あと2つはもう、えー、それぞれ足していく。そのブロックに加えていくっていう感じですかね。はい。えー、せっかく、あのー、まあ、テトリスに例えて、えー、多分サムネイル、最初の画像が、<laughs> あのー、 テトリスっぽかったんで、えー、もしかしたら受けが良かったのかなぁと思,思いましたけど、まあ、せっかく、あのー、見取り暗算でテトリスの話に例えてやりましたんで、えー、今回もちょっと書けあんの、えー、テトリスの話してみました。はい、え割りあん、次回ちょっと割り合いやりましょうか。割りあんの方が、えー、テトリス方法でやると、すごくこう、やりやすい。 <laughs> あのー、やりやすいんでちょっと、えー、次回は割合をやらせてくださいはい、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございます感謝ですそれではまたお会いしましょうバイバイズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方は是非概要欄をチェックしてみてください